はい、ということで今私がこちら使用しているケースティファイ、皆さんちょっと可愛くて気になっちゃったんじゃないですか。ずっと気になってて、もうとうとうゲットできたんですよ。で、こちらね、LA 発のテックアクセサリーブランドで、まあ、海外のね、セレブとかからもすごく人気があるんですね。インスタとかでもよく見ますよね、このケース使っている人。そう。で、私もインスタで見て、すごい興味持って、ずっと欲しいなって思ってたので、ゲットできてすごい今嬉しいんですけど、ケースティファイのサイト見たことあります？あのね、ケースの種類が相当な数あるんですよ。本当にね、選ぶの迷っちゃうんですけど、もうね、悩みに悩みました、私も。で、どれもしかも可愛いから、どれにしようかなって本当に悩んじゃったんですけど、その中でも私はこちらの3種類を今回選ばせていただきました。はい、1個目はこちらのちょっとモノトーンのチューリップ柄のケース。なんかモノトーンのチューリップ柄ってなかなかないので可愛いなって思って、こちらこの子まず1個目ね、ちゃんと1個ずつ紹介するから、で同じの使ってほしいからみんなにも、なのでよかったらね、みんなにもちょっとおすすめしたい柄で紹介させていただきますけど、この子と、これちゃんとしっかりしたミラータイプのケースになってます。これすごい便利で、リップ の塗り直しとかも簡単にね、こっち側のケース見てできるの、すごい便利なんです、この子。こちらはカスタムした iPhone 13 のケースです。もうね、13 のケースも対応してるので、新しく iPhone 13 に変えたけど、ケースどうしようって思ってる方とかは、もうぜひ、ケースティファイでゲットしてほしいんですけど、もう名前も入れました。まあ、この3つをね、チョイスさせていただいたんですけど、まあ、その日のね、ファッションとか、そういうものによってね、こうやってケース変えたりとかもできてすごい楽しいんです。私のね、インスタフォローしてくださっている方はご存知の通り、私鏡越しの自撮りがすごい多いんですよ。動画ね、今最中にも結構出てると思うんですけど、なのでね、もうケースは本当に大事なの。だからこう、可愛いケースだとね、ちょっとテンションも上がるので、もう今回これ本当ゲットできてすごく嬉しいんです。まあね、さっき言った通り、この前発売した iPhone 13にも対応していて、こちらね、サステナブルなケースになっているんです。はい、見えますかね。使われなくなったケースを砕いてリサイクルしてるので、よく見るとこう、斑点になってるんですね。でもこれもね、ちょっと柄みたいですごい可愛いんですけど、このつぶつぶ感が。廃棄物をゼロにする取り組みの一環として、サステナブルのケースを開発しているそうです。で、私は今回ね、この iPhone 13のケースカスタマーさせていただいたんですけど、これすごい簡単にできるので、ちょっとご紹介させていただきますね。はい、で、今ね、こっちに画面が映ってると思うんですけど、例えば私がね、この今回選んだ、マットスモーキーブルー。これ可愛いですよね。なんか最近ブルーすごい好きで、今ブルー着てるしてるんですけど、ここのパーソナライズっていうとこをピッて押します。そうすると、このレイアウトとスタイルっていうものが選べて、これでね、名前が入れられるんです。私の場合はこれをして、これかな？これで、ま、め、だ。あ、これまめだじゃなくてもいいんですよ、普通さ、下の名前とかでしょ。でもほら、私下の名前出してないので、豆だって入れちゃってるんですけど、今ね、これレインボーカラーになってるじゃないですか。カラーもね、選べるんです。例えば、黒をしたら黒になるし、まあ、ブルー、ケースがブルーだから、ちょっと合わせてブルーにしたいなっていう方は、こうやってブルーをしても。可愛いですよね。そうなの。可愛いんです。しかもめちゃくちゃ簡単にカスタマイズできるから、すごいおすすめ。私はね、下に入れたんですけど、本当の位置もね、それぞれ選べるんです。ほら、こうやって横にすることできたりとか、真ん中に入れたりとか、位置も選ぶことができるんです。そうなの。でも私は下が良かったから、下にこうやって入れて、フォントもまあいろんなフォントがあるんですよ。こういうのとか、こういうのもあるし、こういうのもあるし、名前じゃなくってもまあ推しの名前入れたりとかしても楽しいですよね。はい、そんな感じで自分でね、それぞれレイアウトを楽しめるっていう意味ではすごく楽しいので、皆さんもちょっとカスタムしてケース使ってみてほしいなっていうふうに思います。そしてなんといっても高さ2メートルからのね、落下テストをクリアした耐衝撃性、すごいですよね。
私だけじゃないと思うんだけど、もうしょっちゅう iPhone を落としてしまうんですよ。だからそういうね、ほんとすぐね、落としてしまう人には本当ね、ありがたいケースだと思うんですけど、でも皆さん、耐久性本当って思ってるんじゃないですか。もう今回、もう、信じてもらうために、私、もう今から iPhone を落としてテストしている姿見せますから、もう本当見てほしいです。はい。今から私は落下テストをします。でもね、こうケース、私のお気に入りのやつ大丈夫ですね。画面もね、こんな感じでついてるんですけど、じゃあ今から落としますね、皆さん。いきます。あっ、ついてるよ、みんな。ちょっとピント合わせますかね。大丈夫で、こういうとこも全然大丈夫、傷ついてない。わあ、よかった。緊張しちゃった。よかったです。ケースの素材に衝撃を吸収する特殊な技術を使っているので、2メートルからの落下テストもクリアしているそうです。なのでね、うっかり落としてしまう私みたいなタイプにはぴったりっていうことです。これからもね、お洋服自撮りするときに、このね、可愛いケースたちが映り込むと思います。可愛い。やっぱね、ケースが可愛いとテンション上がるんだなって改めて思いました。今回ね、紹介したケースの柄、すごい本当私的にお気に入りのものを本当選んだので、皆さんもちょっとよかったらお揃いにして一緒のもの使いましょう。はい、ということでコーディネート1週間分紹介しました。まあ、秋服からね、持ち越したものとかもあったんですけど、まあ、ちょっと冬だなって感じで着回せてすごく楽しかったです。今回紹介したケースティファイの詳細は下の概要欄にあるので、皆さん必ずチェックしてください。今ならね、 15% オフで購入できるので、よかったら皆さん私と一緒にお揃いにしましょう。本当に可愛い。サイト見てるだけでもうほんと種類多いので迷っちゃうと思うんですけど、よかったら私と一緒にお揃いにしましょう。ということで、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。